裏世界ラボ。俺の名前は牧村豊。もともとニートだったのだが、いろいろあって今は暴力団の幹部をしている。おう、おはようございます、野口さん。コーデント花、悪かったな。坊主の手配までしてくれたらしいじゃねえか。すみません、余計なことだったとは思います。でも俺は親からお葬式は生きてる人のためのものだって聞いたんで、お坊さんくらいはって思っちゃって。別に迷惑がちゃいねえよ。セリカは喜んでた。化けて出られたり未練を残されたりしても嫌だから、独協はありがてえとよ。そんでこれあいつから手作りだとよ。わ、ケーキですか。礼のつもりだろうから食ってやってくれ。あいつはこういうもん作るのが好きなんだよ。牧村のマンション。このケーキ売りもみたいっすね。うまい。だよね、オレンジ入ってて美味しいよね。小塚はセリカさんに会ったことある？ありますよ。牧村さんの服役中に2回かな。明るくて感じいい人っすよね。俺 LINE 交換しました。相変わらずのコミュ力だな。いや、大番代表と LINE 交換してる牧村さんこそすごくないです？でも大したこと話してないよ。おうちご飯の話とかお子さんの話とか。そういえば俺いぶきちゃんに嫌われてるっぽいんだよな。まあ理由はなんとなく予想ついたけど、代表に何か言った方がいいかな。なんすか。なんでもないよ。あれ、組からだ。夜にすいません、組事務所に丸坊の鷲尾から電話で牧村さんと話したいと。はい、切ろうと思ったんですが、真剣な感じだったんで指示を仰ごうと思って。真剣な感じ。鷲尾さんはもう個人的に連絡は取らないって言ってたのに、なんだろう。じゃあマンションの管理室にかけてもらって、転送してくれるから。悪いな急に。いいえ構いません。でもどうしたんですか。お互い隠し事はできない身の上だ。この電話も第三者が聞いていると理解の上で話してほしい。はい、それは大丈夫です。ヒロの母親という女性が警察署に来て、息子さんのことであんたと話したいそうだ。はっ、ヒロのお母さんですか。と本人は名乗っているし、こちらも本人確認済みだから間違いはない。ヒロはご両親の話をしないけど、最後に会ったのはもう何年も前で、今は行方もわからないとは聞いてたけど、そのお母さんがヒロを飛び越えて俺に何の用なんですか。彼女はあんたがヒロの兄貴分だということを把握してて、直談判を希望してる。ヒロを今川組から離脱させたいらしい。離脱。暴力団追放センターには連絡済みのようだが、うちが今川組と関わりが深いということで話が回ってきたんだ。こういう場合って普段はどう対応されるんですか。ケースバイケースだ。だが家族が直接暴力団幹部と話したいという例はあまり聞かない。ヒロが未成年ならまた話は違ってくるんだが。未成年の部屋住みは受け入れませんよ。わかってる。成人であるヒロが当人の意思で部屋住みになっている以上、手錠して連れ戻すわけにもいかないさ。とにかく警察官立ち会いのもと、署かどこかであんたと話をしたいそうだ。警察署はまずいな。この間鷲尾さんとの接点を疑われたばっかりだし、かといってここで断ると。その人どこにいるんですか。今は署だ。わかりました。これからでもいいですか。1時間後くらいで。助かる。どこは俺じゃなくて森さんだ。俺はあんたに肩入れしすぎるって止められたよ。俺も似たようなこと言われましたよ。じゃあうちのマンションの1階ラウンジで、こちらは野口さんに連絡して、場合によっては同席してもらいますがいいですか。構わない。いや、その方がいいと思う。よろしく頼む。ごめん、ちょっと出てくる。小塚は今夜泊まりだよね。そのつもりっす。わかった、野口さん合流するかもしれない。あとカービィ先やっといていいよ。やった。あ、どうした。急にすみません。実は。ヒロは今日は休んでたな。体調悪いって朝から部屋で、俺も顔見てません。本当はこっちに来るはずの日だったんですけど。会う時間は約束したのか。1時間後にこっちに来ることになってます。その判断で正解だ。俺も今から行く。ただ最初から俺がいると、あの女は帰る可能性がある。しばらくはお前が相手しとけ。俺一人で出てっていいですか。
一回だろ。それに警察が同席してるなら護衛はいらねえ。つーか、そこに小塚しかいねえんだろ。小塚は小塚だからな。小塚ですからね。ヒロのお母さんか。わしおさんは言いにくそうだったけど、何か含みがある感じだった。はじめまして、広川原さなえと申します。牧村です。はじめまして。この人がヒロのお母さん。綺麗な人だな。急に呼び出して悪いな。事務所の方にいるかと思ったが、ヒロは連れてきちゃいねえのか。俺と話したいとのことだったので呼んでません。わしおさんにも言われませんでしたし。でも本人がいねえことには。牧村さん、お願いです。あの子をガクトを返してください。おい広川原さん、落ち着いて。ガクトは暴力団なんて向いてません。とても優しい子なんです。そういえばヒロの名前ガクトだったな。本人は下の名前で呼ばないでほしいって言ってたけど。ガクトだけが私の心の支えでした。私が夫に DV を受けている時もガクトがかばってくれました。なのに組員だった叔父に悪い影響を受けてこんなことに。まさか暴力団の準構成員になってるなんて。広川原さん、せっかく上の人が来てくれたんだ。ゆっくり順番に話しましょうや。ごめんなさい、いろいろあったのでつい気持ちが高ぶってしまって。いろいろ。うちは夫が働かない人で、私が家計を支えてきましたが、もともと体が弱いので私も仕事が長く続かなくて、今も昔もしょっちゅう寝込んでしまうんです。そんな私が嫌になったんでしょうね。夫は家を出て行って帰ってきません。多分他の女のところにいます。浮気癖のある人だから。私の両親も随分前に亡くなりました。だから今本当に一人ぼっち。古いお風呂もないようなアパートで一人暮らしをしてます。でもだからこそこれからはガクトと暮らせます。暴力を振るう夫がいなくなったから、あの子が帰ってきても大丈夫です。牧村さんはうちの子や他の人にとても慕われていると聞きました。特にガクトはいつか牧村さんと兄弟、いえ親子の杯を交わすんじゃないかって。その牧村さんにお願いします。どうかどうかあの子を返してください。私はあの子と親子としてやり直したいんです。悪いな、遅くなった。広川原さんよ、ずいぶんまた急なお越しだな。本当に来たのか。わざわざあんたまで出張らなくてもよかったんだが。牧村好きといえどうちの部屋住みの話だ。俺が来んのが筋ってもんだろうよ。で、だいたい予想はついちゃいるが、どこまで話した？野口、威圧するんじゃねえ。ごめんなさい。あの、私は…今夜のご用件は、ヒロを返せということですよね。俺から辞めるように説得しろということでいいですか？はい、お願いします。それはできません。どうして？私はあの子と普通に暮らしたい、一緒に生きていきたいだけなんです。それは重々理解しました。でも断ります。そんな。ご希望に添えずすみません。お話が以上ならこれで失礼します。牧村さんよ、あのな。話は済んだな。行くぞ牧村。はい、広川原さんもどうぞお元気で。よくヒロをあの場に呼ばなかったな。お前のことだからあの女にほだされて呼び出そうとするかと思ったんだが。いえ、それはないです。あの人、ヒロを返してくれって言いながら自分のことしか話さなかったんです。今どうしてるとか元気にやってるのかとか普通聞きますよね。そこが不審だったと？そこだけじゃないですけどね、いろいろ聞いてましたし。そもそも最初からヒロに連絡を取らないのは変ですよね。ヒロが拒否するって分かってるんでしょ。だから親って厄介よ。何度でも何度でも忘れた頃にやってくる。合わせない方がいいと思ったんです。今夜俺が対応しなかったら次はヒロのいる事務所に来るかもしれない。だから俺が出てったんです。でも
これで終わるかは正直不安ですけど。おう、2杯目頼む。さっきと同じのでいい。こいつには、そうだな、オレンジ使ってるカクテルを。え、いや、俺はアルコールは。いいから飲んどけ。酒飲みながら話すくらいがちょうどいい。では牧村様にはバレンシアというカクテルをご用意いたしましょう。アルコールは控えめですし、甘くて飲みやすいですよ。ヒロがめんどくせえ家で育ったって話は聞いたことあんだろ。多少は。あまり深いところまでは知りませんけど、ヒロはその家から今川組員のおじさんに助けられたって聞いてます。あやみって組員がいてな、そいつがヒロのおじだ。そいつがいなければヒロは生きていられたかも怪しい。そのおじさんは今どこに？もしかして服役中とかですか？いや、今はもういいね。死んだんだ。チンピラに刺されてな。マキピチーさん、オトロ村の村長さん、裏世界ラボ応援コースでのご支援ありがとうございました。